んです。エニャリです。イエーイ、シェイ。そしてせーの、お待たせいたしました。毎日投稿アイドルお子さんプレートのカスミとカットノックとゆてやんです。はーい。やったー。ということで本日はお子さんプレートさんとのコラボになっております。本日の企画なんですけども、私が、得な企画となっておりまして、当たったら脱ぐハーレムドッジボールとなっております。ルール説明していきますね、はい、チームはですね、男 VS 女チームです。あ、ブラブラもタイじゃないんだ。じゃないのよ。じゃないんだ。こっちだ。いいですか、私こっちに入っていただいて。こちらですね、この変態ボールを使って。それ変態ボールなんや。当たったら服を脱いでいかなければいけません。で、これ以上脱げなくなったら僕のチームになってもらいます。僕世界ハーレム計画を、実行したいなと思いまして、皆さんの裸の姿をですね、なった状態で僕のチームに集めていって、僕はもうハーレム状態を作りたい。もし僕のチームになってる状態でこのボールが当たってしまったら外野となって、僕のチームのまま、はい、続行となります。はいはい。エニャリチームは僕を全部脱がせたら勝ち、で僕は逆に全員を脱がせたら勝ちとなります。はい、ということで早速やっていきまーす。はい、しょーい、はい、よっしゃー、いけいけ、脱がせない、裸になれ。あっ、実は女子勢には2枚でお願いしますって言ってます。そうなんです。今日ちょっと着込んでなくて。暑いからな今日。いや、めっちゃ寒い。暑いじゃん。ありがとうございます。じゃあやるしか。はい、やる。大丈夫。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。プラプラ史上一番脱ぎかもしれないな、これ。嘘、マジで。いただきました、ありがとうございます。これはやばい絵だぞ、これは。いけいけ。どうした、マジですか。すいません、初対面に言うのもあれやけど、マジですか。なんで、あ、なんだ、なんだ、なんで。うわぁぁ、よっしゃってならへんねん。はい、よっしゃ。はいな、もう脱げなかったらもうな、もう俺らチーム。そうだよ。一分しかない。ちょっとそれはダメだ。それはダメだ。俺らチーム。おめでとう。
してる。うわ、ちょっと待って、履いてない。履いてくるの忘れちゃって。ちょっと待ってください、こっち映してもらっていいですか。ごめんなさい。何してんねんお前ら。履いてない、履いてないっていうか、履いてない、履いてない、履いてない、一番楽しんでるやん。じゃあここからルール変更します。何ですか。圧倒的に有利すぎるんで、そっちチームは誰かに当てたら僕脱いでいきます。おー、いいね。じゃあ勝ちは近いです。あー、わざと当たってるやん。あー、これ本当に、これ本当に、あの、一応言うけど、すごい、本当に避けた。俺の脱ぐほんまに需要ないのよ。いやいや、最高視聴率すぎ、そっちで一番やばいっす。見てたか、あ、ごめん。答えてるもんね。全部悩みから。ということでね、はい、今回タコくんの勝ちです。ありがとうございま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 す。はい、ということで、お子様プレートさんの方でも、僕たちのコラボ動画が上がってますので、そちらは概要欄の方に貼ってますので、皆さんぜひぜひ見に行ってください、はい、ということで、この動画面白いなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますので見てみてください。待ってるよー。